ダーティーダッチ・マンテルはアメリカ合衆国の元プロレスラー。テキサス州パンパ出身。少年は1952年、出身地はカンザス州カンザス式ともされる。現役選手時代はヒールのラフファイターとしてアメリカ南部を主戦場に活躍。引退後はインディ団体のプロデューサーとなって活動し、2003年から2009年にかけてはティネ・ニテブッカーを担当。 近年は WWE にて、ゼブ・コルターの名で、レスラーのマネージャーを務めていた。1972年7月8日、NWA ジョージア地区のスタジオ TV マッチにおいて、アルゼンチンアポロのジョバーとして、ウェイン・コアの名義でデビュー。以後、テネシー州メンフィスの NWA ミッドアメリカ地区を、中心に、ダッチマンテルのリングネームで活動。ロンバス、デビット・シュルツ。 ジップシー・ジョーラと組んでヒールのキャリアを積み、1978年3月25日にはランディ・サベージを破り NWA、ミッドアメリカヘビー級王座を獲得した。1979年にプエルトリコの WWC に遠征、その提携ルートで、翌1980年1月、ビル・ロビンソン、ブルーザー・ブロディ、アンジェロ・モスカなどが同時参加した 1981年は、ジム・バーネットの主催する、ジョージアチャンピオンシップレスリングにも参戦し、ケビン・サリバンから NWA、ジョージアジュニアヘビー級王座をダッシュした。以降も1980年代全般にわたって、クアを主戦場に喧嘩ファイトを信条とするヒールとして活躍。1981年から1983年にかけて、ジェリー・ローラーやビル・ダンディーと、 アは南部ヘビー級王座をめぐる構想を繰り広げた。1984年4月には、テリー・ファンクのブッキングで、旧 UWF の旗揚げシリーズに、ボブ・スウィータンやスコット・ケイシーと共に来日。4月11日の大宮スケートセンターにおける開幕戦のメインイベントで、前田・アキラと対戦した。主戦場のクアでは1985年11月4日、 ヒールターンしたビル・ダンディーと組んで、スティーブ・カーンとスタン・レーンのファビュラス・ワンズから、アワ・ナンブ・タック・王座をダッシュ。自身も東京より、フェイスターンを行い、帝王・ジェディ・ローラーのタック・パートナーを務めたこともある。ミッド・アメリカ・ヘビー級・王座にも、ジェシー・バー、デニス・コンドリー、バディ・ランデル、ディップ・ロジャースなどを下して再三会議在った。1986年、ハングマン・ボビー・ジャガーズとカウボーイ系。 タックチームのカンザス j ホークスを結成、ジム・クロケット・ジュニア主催の NWA、ミッド・アトランティック地区にベビーフェイスのポジションで参戦し、ミッドナイト・エクスプレスやザ・ラシアンズなどのチームと交想。同年11月27日のスター・ケイド・アトランタ大会では、ラシアンズの保持する US タック王座に挑戦した。j h a w k 解散後は、アラバマのコンチネンタルチャンピオンシップレスリングにて、 1987年4月10日に、エイドリアンストリートから NWA サウスイースタンヘビー級王座を奪取。以降は、クアの後継団体アスワを経て、1990年代初頭は、WCW やジム・コルネットのスモーキー・マウンテン・レスリングにおいて、ヒールのマネージャーやカラーコメンテーターを担当。WCW では、ブラックバートとデッドアイ・リックを配下に、 テキサスのアウトローをイメージしたザ・デスペラードスナルユニットを結成当時 WCW に出場していたスタン・ハンセンとの共同アングルも予定されていたがハンセンが日本でのスケジュールを優先させたため実現には至らなかった1995年からはアンクル・ゼベカイアを名乗りマネージャーとして WWF に登場ジェイコブとイーライのブルーブラザーズやジャスティン・ホークブラッドショーなど 南部出身の大型ラフファイターの司令塔となった。1997年にメンフィスのアスワに戻り、選手としてリングに復帰してジェリーローラーとの交想を再開。同年8月8日にローラーを破り、最後のアスは統一世界ヘビー級王者となった。以降は現場を離れ、2000年代初頭はイワ・プエルトリコなどのインディー団体でクリエイティブコンサルタントを担当。 2003年からは、メンフィス時代からの間柄であるジェリージェフ・ジャレットの親子が創設したティネに参画し、ブッキングチームの一員となって活動した。2009年7月31日付でティネとの契約が終了し、同年12月には、ジッチョ・ザ・ワールド・アコーディング・ツー・ダッチを発表。その後は2011年12月にティネのジェフ・ジャレットが創設したリングか、 キングの運営に参画した。2013年、ゼブ・コルターと名乗って WWE に、登場2013年2月11日の RAW にて、ジャック・スワガーのマネージャーとしてゼブ・コルターの名で、WWE に復帰。排他的な差別主義者をギミックに、グレート、アメリカンとして、スワガーに紹介された。その際、過去のギミックからか、カラーコメンテーターのジェリーローラーには、 嫌な奴として、JBL からは、偉人として評されている。後に、スイス人のアントニオ・セザーロも、真のアメリカ人として、仲間に加え、リアルアメリカンズのマネージャーとなった。彼らを援護し、王座戦線に何度も顔を出させるが失敗を重ね、2014年4月7日には、セザーロに見限られて、ポール・ヘイマンの下へと去られ、ロブ・バンダムも交えて、セザーロと交渉を繰り広げた。 7月からは、デビュー以来アメリカをののしり続けたルセフと、彼のマネージャーのラナに怒りを向け、スワガーと共に戦線復刻するも敗退。その後は、ボーダラスとの抗争を開始したが、12月1日の RAW にてる政府に、バックステージで襲撃され、足を負傷したというアングルのもと、長期欠場することになった。その後は2015年10月25日の、 WWE ヘル・イン・ア・セルにて、ジョン・シナが保持する US オーザへのオープンチャレンジの挑戦者を紹介するために登場し、以前に構想していたアルベルト・デルディオを紹介した。2016年5月に WWE を離れ、以降はグローバル・フォース・レスリングを経て、2017年より、クリエイティブ・コンサルタントとして、インパクト・レスリングに復帰した。NWA ・ミッド・アメリカ・クア、 明日はサウスイースタンチャンピオンシップレスリング、コンチネンタルチャンピオンシップ、レスリングジョージアチャンピオンシップレスリングワールド、レスリングカウンシルミッドサウスレスリングアソシエーション。ありがとうございます。